準優勝戦の時間帯は水面コンディション安定しています。G2 戸田モーターボール大賞、いよいよ明日のファイナル、残り2ツアーあと2つとなりました。準優勝戦最後となります12レーンを迎えます。対戦メンバー1号艇三重樋口義典、2号艇香川重成和人、3号艇福岡岡崎康弘、4号艇佐賀山田浩二、5号艇東京村田修司、6号艇徳島鈴原博明、以上の6名です。ここはこうさらしい動きはありません。すんなり枠なりで決まっていきます。ここまでシリーズをリードしてきました。予選1チームの立ち上がり、1番の井口が1コースに入ります。スタートの切れ安定しています。2コースに2番の重成、予選はソイン戦立ち切れませんでした。ここは逆襲なるか。3番の岡崎、3コースから4コースから、こちらは予選ラスト逆転勝利、4番の山田。5コースモーター本来のパワーで勝負は5番の村田。6コース昨日は0台連発、6番の鈴原。新入会計は1コースから1番の岡崎、1番の岡崎。